岸優太がファンに贈る最高のプレゼント INZM 制作費は3000万回再生達成の軌跡をたどる岸優太の私服ファッションショーミッツアミアンドビーズ個性炸裂の着こなし術を大公開岸優太さんはファンとの特別な絆を築いていることで知られています彼の SNS の投稿はまるでファンとの秘密の会話のようで 彼の日常や仕事の裏側が垣間見える瞬間は、多くの人にとって大切なひとときです。INZM の3000万回再生達成も、その一つの証です。この快挙は岸くんの魅力と、ファンとの強いつながりがあってこそ成し得たものであり、彼の存在そのものが多くの人に元気や希望を与えています。岸くんの活動はいつもユーモアと優しさにあふれており、 ファンとの距離感を感じさせないのが彼の大きな魅力の一つです。例えば、彼の Instagram ス,ストーリーでは、ファンに向けてのメッセージやちょっとした日常の1コマが頻繁にアップされ、見るものに微笑みをもたらします。ファンはそれを待ち望み、コメント欄には、ありがとうや、大好きの言葉が溢れています。また、岸君のファッションセンスも彼の大きな魅力の一つです。最近では、 彼のトレードマークの一つともなっている三つ編みやビーズアクセサリーが話題となり、ファンの間では、あのエクステ、見れて嬉しい、といった声が上がっています。普通なら少し奇抜に感じるようなスタイルでも、岸くんが身につけることで不思議と自然に馴染み、その大胆さがむしろ魅力に変わるのです。そんな岸くんの個性豊かなセンスは、ファンにとっても新たなインスピレーションの源となっており、 彼の投稿を見たファンが自分自身のスタイルに取り入れたりすることも少なくありません。ファッションを通じての自己表現を大切にする姿勢は、ただ見た目を楽しむだけでなく、自分らしさを大切にするメッセージをも伝えているように感じられます。岸くんが、俺のファンと呼ぶその言葉には、特別な意味が込められています。彼はファンをただの観客として見るのではなく、一緒にこの旅を歩んでいる仲間として接しているように感じられます。 そのため、ファンとのやり取りは一方的なものではなく、まるでキャッチボールのようにお互いの気持ちを確かめ合いながら進んでいるようです。このようなつながりを大切にする姿勢こそが、岸くんの人気の秘密であり、多くの人を惹きつけてやまない理由でしょう。さらに、岸くんのファン思いな一面は、時折見せる天然な行動やちょっとした失敗談にも垣間見ることができます。例えば、 ライブやテレビ番組でのちょっとしたおっちょこちょいな姿や、真剣な表情で頑張る姿は、彼の人間らしさを感じさせ、ファンの心に親しみを抱かせます。そんな彼の姿を見ると、完璧ではないけれど、それでも全力で取り組む姿勢が好きと感じる人が多く、それが岸くんの魅力を一層引き立てています。岸くんは自身の活動を通じて、ただエンターテインメントを提供するだけでなく、 ファンに生きるるエネルギーや勇気を与える存在です例えば、彼の投稿やインタビューではしばしば、自分もみんなと一緒に頑張っている、というメッセージが含まれており、それがファンの心を強く支えています。特に SNS での投稿は、岸くんの日常を垣間見ることができ、彼の人柄がより身近に感じられる大切なツールとなっています。投稿の内容がどんなに些細なことであっても、ファンにとってはそれが大きな喜びであり、 彼が日々どんなことを考えているのか、どんな気持ちでいるのかを知ることができるのです。ファンはその瞬間を待ちわび、彼の笑顔や声に励まされる日々を送っています。また、岸くんのファンへの感謝の気持ちは、ただ言葉だけに留まりません。彼は常に新しい挑戦を続け、その姿勢でファンに恩返しをしています。例えば、新しい楽曲のリリースやライブでのパフォーマンスは、 ファンにとって特別な贈り物です。特に3000万回再生を達成した INZM は岸くんとファンが一緒に作り上げた成功の証であり、その瞬間を共有できることはファンにとっても大きな誇りです。岸くんの活動はファンにとってただの応援対象ではなく、自分たちの人生の一部として共に成長しているような感覚を与えてくれます。岸優太さんの魅力は エンターテインメントの枠を超えて多くの人々に影響を与える特別なものです。彼の活動がただのパフォーマンスではなく、日々のインスピレーションや生きる力となっているのは、彼の人間性が根底にあるからでしょう。岸君の発する言葉や行動のすべてには、常にファンへの感謝と共感が込められており、それがファンを深く引きつけ、離れがたくしています。彼は常に前向きで、 どんなに大変な状況でも笑顔を絶やさない姿勢は、まさに彼の魅力の真髄です。岸君は時に自分の弱さや失敗も素直に見せてくれることで、ファンに安心感を与えます。彼が完璧ではないこと、そしてその完璧でない部分こそが愛される理由の一つです。人は誰しもミスをしたり、困難に直面するものですが、そんな時に岸君の姿を見ていると、自分も大丈夫だと思えるようになります。 岸くんの一緒に頑張ろうというメッセージは、決して表面的なものではなく、彼自身が常に挑戦し続けているからこそ説得力があるのです。また、岸くんが時折見せるお茶目な一面や、ユーモア溢れる行動は、ファンの日常に笑顔をもたらします。例えば、彼が投稿するちょっとした絵やデザイン、またはライブ中の即興的なパフォーマンスは、予測できない楽しさがあり、ファンをいつも驚かせてくれます。 その瞬間瞬間の反応が、ファンにとっては何よりも価値があり、彼らはそのリアルタイムのやりとりを心から楽しんでいます。岸君のユニークな感覚は、普通の日常を特別なものに変えてしまう力があり、それはファンにとって一つのエンターテインメントであり、同時に心の支えでもあります。さらに、彼の音楽やパフォーマンスには、彼の持つエネルギーと熱意が色濃く反映されています。 INZM のパフォーマンスはその象徴であり、岸くんの躍動感あふれるダンスや情熱的な表情は、見るものを瞬時に引き込んでしまいます。彼の一挙手一投足には力強いメッセージが込められており、それがファンの心を動かすのです。岸くんの音楽は、ただ耳で楽しむだけでなく、彼の感情や思いを感じ取ることができる特別な体験を提供してくれます。岸くんの歌声やパフォーマンスには、 言葉では表現しきれないほどの感情が詰まっており、その一つ一つがファンとの絆をさらに深めています。このように岸優太さんは、ファンとの特別な関係性を築くことで、他にはない魅力を放っています。彼の活動は、ファンの日常を彩り、希望を与え、時に笑いをもたらし、また時に感動させるものです。そして、ファンもまた、岸君の存在を支える大切な存在であり、 互いいいにに影響しし合いながら共に成長しています岸くんの一つ一つの行動がファンの心に深く刻まれていくように、ファンの声援もまた、岸くんを勇気づけ、さらに高みを目指す原動力となっています。岸優太さんがこれからどんな新しい挑戦をするのか、どんな新しい一面を見せてくれるのか、それを楽しみにしているファンは無数にいます。彼の成功はもちろん、時には失敗や困難も共有し、 共に乗り越えていくその姿勢が何よりも岸君とファンとの絆を強くしていますこれからも岸君がその魅力を存分に発揮し多くの人々に感動を届け続けることを期待しています彼の輝きはファンにとっての灯0でありその灯0がこれからも消えることなくさらに多くの人々を照らしていくことを心から願っています岸君そしてファンの皆さんこれからも共に新しい冒険を楽しんでいきましょう このような岸くんの存在は彼が単なるアイドルを超えた人々に元気や希望を与える特別な存在であることを示しています。彼が発信するメッセージはファンにとって日々の励みでありどんなに忙しい日々でも彼の言葉や姿を見るだけでまた頑張ろうという気持ちになれるのです。ファンの多くが岸くんがいるから頑張れると語るのは彼の真摯な姿勢と努力が彼らに勇気を与えているからこそでしょう。 岸くんのこれからの活躍がさらに多くの人に希望を届け、彼とファンとの絆がより深まっていくことを期待しています。彼の一挙手一投足がこれほどまでに愛されるのは、決して偶然ではなく、その裏にある彼の努力とファンへの感謝の気持ちがあるからです。そして、そんな彼を支えるファンの存在もまた、岸くんにとっての大きな支えであり、彼らがいるからこそ岸くんも前に進んでいけるのです。最後に、 INZM、3000万回再生という大きな節目を迎えた今、この成功を共に喜び合えることは、ファンにとっても岸くんにとっても最高の瞬間です。これからも彼の歩みを応援し続け、さらに多くの人にその魅力が届くことを願っています。岸優太さん、そしてファンの皆さん、おめでとうございます。そして、ありがとう。これからも共にもっと高みを目指して進んでいきましょう。